行かれへん。はあ、じゃあそうだな。ねえねえ、ちょっと。ほら、よっしゃ。小豚のごとく。アホか。だわよ。確か、それは死に行くぞ。美人中年大好きなんだぜ。そうだな。これが真実。お嬢さん方、
と久しぶりなんですよね、編集長。今度はあなたの首を切りに来ましたよ。本気でいくぜ。依頼は決めた。厳正に。決めた。持ってくぜ。よい子のみんな、エクステンドテレビの時間だよ。みんなボスを倒したんだね。すごいすごい。へへん、ほとんど僕が倒したようなものだけどね。ボスを倒すと、ボスボーナスとしてエクステンドコインがもらえるの。それがあると、スコアがなくてもクローンが作れるから利用してね。あの時、ボスが隙を見せたのは、僕が環境を食らわせてやったからさ。あとは、奥にあるパーツを手に入れるだけ。忘れず持って帰ってね。え？俺だって？いいよ。僕は軽く V 破壊しただけさ。大したことないない。それじゃ気をつけて。ガレージに帰るまでが冒険だよ。いてててわあ、肘をすりむいたら名誉の負傷ってやつかな。バイバイ。そういえば見てくれた？僕の必殺技エレクトリカルパエ。何かあるぜ。使えそうか？私が持つの？使えるかしら？私が持つの？拾いましょう。
おい。え？何？それじゃあ、ちゃん、へへ、わーい、ハルト君、
うん。よっしゃ。大丈夫や。任しとき。やったるで。もう嬉しいで。マシロさんはどう？よかった。前にみんなで焼肉食べた時より。あん時な。で、この中に死にたい人はいるのかな。なんつってな。死にたいんだ。もう生き返れるって分かってるし、いいよね。冗談。話して。ほんの冗談だろう。可愛い系のくせにバカ力しやがっ。なんか言った？死にそうな鳥みたいになってるから勘弁してあげてよ。どうだろうね。でもな。まあ、
ふん。いや、やれやれ。そうだな。へえ。でも、ああ。それで、そう。それじゃあさ。
僕らの中に嘘つきがいるだって、本当に信用し合っていいのかだって、なんだ、じゃあつまり真実をつかめば僕らの幸せは守られるんだ。これこそ僕が望んでいた仕事じゃないか。やっぱり怪しいのはあいつだね。でも何人が気がついているのかな。真っ白ガーデンタワーとこの瓦礫島の共通点に。自分の居場所は自分で選べ。言うのは簡単だけど、それが不可能な状況だって存在する。例えば、生まれつく家族は選べないし、この廃墟の海で共に暮らす仲間も選べない。与えられたカードで勝負できるのは、手札が良かったやつだけだ。俺みたいにハズレを引いた人間は、耐えて耐えて反撃の隙を伺うしかない。たとえそれが自分の身を滅ぼすことになったとしても、一人負けよりいくらかマシだ。悪い夢でも見たのかな。いや、水はあったんだった。
地図見ようか。これは見つけたよ。ぶつかるよ。と。ぶつかるよ。拾っておこう。印つけとこう。何かあるね。おはよう。おはよう。それなら。
ゼン。なるほどね。そうじゃない、冗談だよ。ありがとう。上が北だよ。地図見ようか。